今回のタテラの最も目玉となるテクノロジーが、こちらの New TWS 機構になります。New TWS のメリットは大きく2つあります。一番のメリットは、キャスティングの時の、ラインとラインガイドの抵抗を、低減させることによって、ラインの放出抵抗を、少なくすることです。それによって飛距離も向上しますし、バックラッシュも非常にしにくい構造になっています。もう一つのメリットが、リトリーブの際、ラインが通るラインガイドの幅が非常に狭いので、糸がきれいに巻かれるようになります。これによってドラッグ性能の向上にも、大きく影響しています。こちらが、New TWS を説明するためのサンプルになります。このように、クラッチのサドルに連動してレベルワインドが回転するように動く仕組みになっています。部品点数も少なく、非常に耐久性も優れた機構になっています。非常にシンプルな構造になっています。こちらが、TWS の効果を説明するための、サンプルになります。タトゥラに、既存の機種のレベルワインドをつけた試作品になります。レベルワインドが一番端にある状態、こちらが一番ラインとレベルワインドの抵抗が大きい状態になるんですけれども、この時のラインとレベルワインドの抵抗がですね、このようなラインに角度がついて非常に大きい抵抗になっています。前から見るとこのような形ですね。次に今回のタトゥラですけれども、前から見ていただくとこのように先ほどと比べて、抵抗のないエリアが非常に広くなっていることが分かると思います。先ほどのラインの角度もです、このように端にあるんですが非常に糸が真ん中から出ているような角度が非常に小さい状態になります。これによって、ラインとレベルワインドの抵抗を軽減でき、飛距離が飛躍的に向上することとバックラッシュを抑えることができています。